2022年最優秀選手賞受賞岩田智樹この動画では2022年の最優秀選手賞を受賞した岩田智樹選手の老いたちについて紹介しますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします11月7日 J リーグは年間表彰式 J リーグアウォーズを開催し 最優秀選手には横浜 F ・マリノスの岩田智樹選手が初受賞しましたディフェンダーからの選出は2006年の田中マルクス・トゥーリオ選手以来16年ぶり4人目となりました横浜 F ・マリノスでは中村俊輔選手中澤佑仁選,選手の以来の4人目となりました岩田選手は1997年4月7日生まれの現在25歳身長1 7 8センチ 体重77キロの選手です大分県出身の岩田選手は兄の影響で3歳の時にサッカーを始め浦和レッズの西川修作選手や横浜 F ・マリノスの松原健選手も在籍していた四日市南 SSC から大分 u 1 5差を経て大分 U18 に昇格しました大分 U18 では1年時はセンターバック2年時はサイドとフォワード3年時はボランチと 大分十五時代も含めゴールキーパー以外の全てのポジションでプレーを経験しました2015年にはトップチームに西登録選手として選手登録されました2016年トップチームに昇格開幕戦でスタメンに抜擢され右サイドバックとして23試合に先発出場大分トリニータの J3 優勝 J2 復帰に貢献しました2017年は 開幕戦で先発出場を果たしましたが、中盤から出場機会を減らし、12試合の出場にとどまってしまいました。2018年は、3バックの一角として、積極的な攻撃参加で J2 最多得点を記録した、大分取りにいたの攻撃陣を支え、J1 昇格に貢献しました。2019年は、開幕戦から先発出場を続けると27試合出場で、4得点にアシストという結果を残しました。 2021年に横浜 F ・マリノスに完全移籍で加入本職ではないボランチで起用され新境地を開拓し以降はボランチセンターバック右サイドバックなど複数ポジションで活躍しました今シーズンはリーグ戦32試合に出場2得点1アシストで今シーズンもボランチセンターバックとして横浜 F ・マリノスのフィールドプレーヤーで最多の出場時間を記録して 横浜 F マリノスの J1 優勝に大きく貢献しました J3J2J1 と異なるカテゴリーを経験した岩田選手今後の活躍を期待しています以上「リッパーのサッカーチャンネル」でした